今日はみんな大好きなキャンディーでふわふわの綿あめを作っちゃうよ。今日作ってみるのはくまさんの綿あめ。ふわふわで食べれるくまさん綿あめを作ってみるよ。綿あめマシンを準備してスイッチをオン。うわ、くるくる回り出したよ。綿あめマシンが温まってきたら、ここに黒色の飴玉を入れていきます。あー、飛び出ちゃった。飴が大きすぎて飛び出しちゃったので、飴玉を割ってみたよ。今度はこの中に入るかな。わあ、入った入った。綿あめが中から出てきたよ。割り箸でくるくる回して綿あめを丸めていこう。うわー、すごい、ふわふわだ。わあ、お手手についちゃった。綿あめの出来上がり。さらに飴を入れていくよ。くるくるしながら茶色いふわふわの綿あめを作っていきます。もっと飴を入れるよ。茶色い綿あめができたら、割り箸から取り外して優しく丸めます。丸めたらお皿の上に置いておくよ。さらに飴を入れて綿あめを作っていきます。くる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 、ふわふわで美味しそう。もう一個の綿あめも割り箸から取って、形を優しく丸めておくよ。これもお皿に置いておこう。次はさっきの2つの綿あめよりも飴を少し多めに入れて、綿あめができたらさっきと同じように割り箸から取り外してくるくる丸めた綿あめにようじを2本刺して。ここにちぎった綿あめ2つを入れます。つぶれないように慎重に。あとはキャンディーでお花とお目目をつければ、くまさん綿あめの出来上がり。うわぁ、とっても個性的なクマさんね。面白いお顔をしてるね。食べたらふわっとなくなっちゃうクマさん綿あめ。みんなもぜひキャンディーで綿あめ作ってみてね。バイバーイ。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけん、グー。メルちゃんが出したのはグー。パーを出した人が勝ちだよ。アソブームではまだまだ面白い動画を
たくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。